あの、うん、正直言って今一戦してさ、うん、ちょっと酔ったよねすでに。画面酔いしたの。いや、俺はどちらかというとね、画面酔いはあんましないんだよ。ただ、あの車にすごく弱い。あ、それもそれだね。これな、どうしたらさ、画面用意しなくなるかな。すぐ酔うんだよね。ちょっとあの、パソコン用のメガネちょっとつけるわ、ちょっと。お、ブルーライトカット的な。そうすることによってちょっと改善されるかもしれない。なんだろうな、なんか、なんだっけ、車酔いと原理は大体同じなんだよね。なんかあの、見てると酔うとかそういうのがあるからさ。遠くの神経が。遠くも。画面が近すぎると良くないんかな。あ、それはあるかもしんない。あ、ちょっとこういう感じで距離開けながらやるわ。うん。わー、これ新マップなんだけど。新マップなのこれ。うん。まだ1回しかやったことないんだけど、ここ。なんか、この辺がなんとかベース的な感じかな。今までやってきた。ロスって書いてあるけど。これは多分一番でっかい街。うん、ミリベはこっちら辺じゃない多分だけど。ああ、そこの孤島がそうなのか。うん。うん、どこ行こうか。なんかこの、シャネ。いいね。そこにしよう。降りるぜ。この辺かな？ウェイ。え、何があるんだ、ここに。あ、ちょっとした、ちょっとした街があるね。お、すごい、なんかあそこにピースウォーカーで見たなんかアウターヘブンみたいな海洋プラントみたいなのが見える。うー、わからん。わからん。まあ、マザーベース沈んじゃったけどね。作り直されたとはいえ。あー、ここ、あれだ、なんか飛行機の墜落現場だ。わー、ザ・フォレストみたいになっている。うん。飛行機墜落現場。ただ、建物はあるから、物資はあるね。うん、ああ、なんか確かにいろいろとありそうな感じがするな。うおー、瞬間移動した。そう、このマップね、あの、カクつくらしいよ、かなり。確かになんか不安定って言っちゃ不安定だな、なんか。スモークとショットガンか。何があるかな。お、ベストがあった。ちょっと、ドアの近くにさ、あの武器置くんやめてくれないかな、拾えないか。確かにそれはあるな。お、ここ俺たちの町じゃね、誰もいなくない。あ、いない、多分。うーん、あれ、なんだこの見えない ATF。 あ、すごい、入れないかと思ってさ、ずっと一生懸命ジャンプしたらさ、うん、普通にあの片足スッて持ち上げて段差乗り越えて入ったんだけど。見えない壁的な何かがあると思ってたけど、全然そんなことなかった。お、AK だ。あ、違う、トンプソンじゃん。トミーガンって書いてあるから。トンプソン？そう、トンプソンってあの黄色いトゲトゲのキャラクターじゃないの？うん、ちょっと多分違うと思う。あの、わかりやすく言うと、ジョジョの第2部で、宣戦布告だぜとか言ってた、あれ。あれ？そう。あれの昔版。昔版？昔版っていうか、ドラムマガジンじゃない方。うん、昔俺、戦場のカルマやってたからね、この方のトンプソンがすごい懐かしく感じるんだよね。ちょ、それ使ってこうぜ、それ。うん。多分、サブマシンガンなのかな、これ。アサルトなのかな、わかんないけど。お、ガスマスクだ。ガスマスクいい思い出ねえよ俺。お揃いじゃない、手も持ってるよ、ガスマスク。 あるんだ、うん、あのガチャで、ガチャで普通に引いた。あ、出るんだガスマスクとかも、うん、いや俺はリアルにガスマスク使ってた男だから。ガス、あー、どうしよう。スカー、伝説のスパイリー。あ、いや今16俺拾ったから大丈夫かもしれない。オイラも16とスカーがあってさ、うん、どっちの方がいいんかね。じゃあスカーじゃないかな。M16 捨ててショットガンと、うん、スカーにしよう。そういえば知ってるってさ、スカーって89よりずっと軽いんだよ。何より軽いの？89式よりもずっと軽い。あの、俺スカーライトね、実物の本当の実銃持ったことあるんだよ、実は。
クソ軽い。こんなに軽いのかってくらいのって。ちょっと。あんま俺、武器詳しくないけどね。わかりやすいさ、うん、重さのやつで例えてよ。なんか。スイカとか。スイカ。あ、でもあれくらいかもな。本当になんかあの、見た目それ金属っぽいんだけどさ、まあ確かに金属なんだよ。うん、ただものすごく軽くてさ、そう。8キロの重さとかそういうのに関しては黙ってはいるけど、実際にスカーライト持ってみたらさ、モデルガンと本当に同じようなくらいの重さなんだって。そのサバゲーマニアがすごいいるんだけど、うちの部隊に。で、そいつの話だと、モデルガンのやつと本当に変わらないくらいの軽さなんだって。だから、プラスチック持ち上げてるようなくらい軽いんだってさ。そいつくんに戻したら。めちゃくちゃ軽かったもん。軽、俺らの持ってる8級のこの重さは一体何だったんだって思っててみんな言ってた。へぇー。一番驚いたのがね、それ本物だって分からなかったからね、最初持った時。俺もね、知らなくて、おぉすげぇよくできてる、初めて見たと思って、こうガシャガシャやってたんだよ。交換開けたりとか。で、そのサバゲ好きのやつが来て、な、見てこれよくできてるぜって言って、交換ガッて開けたら、お前それ本物だぞって言って。え？モデルガンっていうかね、サバゲやってるやつにね、見分け方を教えてもらったんだけど、その交換の中を開くと、本物かどうかわかるって言ってて、うん、俺それね、思いっきりバン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 やってたからさ、空砲じゃないけどなんか撃ってたからさ、うん、お前それ本物だぞって言って。俺はアメリカ製のマジモンの武器をね、普通に普通になんか安易な気持ちで扱ってたからね、うわーって思った。知った時のね、汗を引いた感覚がやばかった。ビビった？ビビったね。だってもうなんか作り込まれてるっていうかね、設計者じゃなくてなんだ、使い手かなんかのことを考えた構造ができすぎていて、もうなんかサバゲやってる人かなんかの装備みたいになったの。持ちやすさとか、そういうのもすごい考慮されてて。すごかったよ。これが、あいつらこんなのいつも使ってんのかっていうようなくらい、なんか羨ましく思えたからさ。俺あれだもん、ビニールテープとお友達だから。そう、ブラックテープ、通称ブラックテープと呼ばれてんだけど、そのブラックテープと俺らお友達だから。お、シューン。お。これカーじゃない？ん？あ、ほんとだ。俺ちょっと使い方よくわかんないけど、スナイパーライフ SR。 SR か。どうしようかな。トミーガンを、トミーガンと、あ、トミーガンと両持ちできないや。エデさんあげるよ、トミーガン。いらないよ。そこにある。いらないよ。え、もしかしてその武器すごい雑魚かったりだとか。トミーガン、うん、トミーガンあんま強くないって。え。よかった、豆鉄砲を手にするとこだったよ。けどパーさんがなんか好きそうな感じで言ってたから、いやでも使わせてあげようと思って、使わせてあげようと思って。でもゲームによって癖あるからな。お、ウィンチェスターじゃん。ウィンチェスター、スナイパー。いやわかんない。バイオハザードとかだとショットガンとして出てくるやつもあったし、あ、なんだ、ライフルとして出てくるやつもあるからわかんないんだよね。結構カバン持ってる？レベル1ならあるよ。あ、1は落ちてる。あ、1いっぱい落ちてんね。ここはまだ豊富な方だね。あ、ガソリンもある。あ、もう持ちきれない。スモークに手袋、あと SMG の拡張マガジンに。今回ノー SMG。 おー、ノー SMG。さっきマイクロウジ落ちたけど、なんかあれも使い物になんないからね。おお、いい感じに範囲入ってたね。ほんとだ。ただ、まだまだ回復とかが心もとないから移動しようか、ちょっと。うん。なんだったらさ、あれだもんね。うん、車とかも欲しいもんね。まあ、スコープもないし。俺今16だからやばいんだよね。噂の16のヤバさという。16とカーでしょ。うん、遠距離ならばまあカーでなんとかなるけど、スコープが乗っかってないからさ。そうなんだよ、ね、それにこのゲーム落下するからさ。
あの玉でしょ、ね、わバギーあったイエーイバギーあ、ほんとだだって俺の同期もさ、あの結構今まで PUBG やってるやってるって言って、あのいろいろと聞いたんだけど、まず16と、あとなんだっけ、あの VSK のやつ、VSS か、そう、うん、あれが本当に使い物になんねえってみんな言ってたからVSS 拾って俺、なんかこの間ちょっといろいろと遊んだんだけど、あれどんな武器って言ったら、いや、あれはね、自衛隊で言ったら特化部隊の使ってる榴弾砲みたいな扱い方しないと当たんないよって言ってたけどさ、あれ4スコついてさ、なんか、うん、さあのサポレッサー、うん、もついてるからさ、お得だよね。まあ得って言っちゃ得だけど、あれ使うくらいだったら AK の方がまだマシって言ってたっしゃ、超警戒モードでここ突入していこう、うん、だってあの武器ってさ、そもそもなんだ、上にめがけて撃たなきゃいけないからさ、あの、うん、なんだ、敵見えないようなところから撃たないとまず無理って言ってた。へぇ、チョーク、あ、けどここ全然物資落ちてるな。あ、チョークはいる。俺は鉄鉢か、もしくは、待って、撃たれてる？下の方からかな、多分。え、お、俺たちが撃たれた？多分、俺撃ってないもん。それとも誰かが、いや、どっかで やり合ってるわ。やり合ってるだけでしょ、これ多分。外だね。あ、いる、ちょうど壁の外にいる、車のところに。俺のとこが、あ、これ以上顔出すと死ぬよ。そっちの向こう側と撃ち合ったやついいから。どこ？じゃあ仕掛けるか。あ、ほんとだ。ちょ、動けない動けない。やっちゃえ、やっちゃってくれ。こっちに気づいたな。一力使おう。ちょっと下から来ないか見といて。下ね、オッケー。うん、あの下にすぐ壁の向こう側に敵いるからさ。いや、下手したら俺窓から撃たれる。そこの岩のところにいるな。あ、なんか投げてきたね。それ俺何それ撃つよいや、自衛隊式のいいね。やばい、あぶねー。倒した？いや違う、撃たれた。あ、めっちゃ覗いてるこっち、ばあさん。ちょ、帰ってしまーす。ダメだね、木箱のところにいるけど。うん、そう、多分こっち入ってくるかもな、もしかしたら。もう一人？いや、木箱、あー違う、手前側の方に一人だから、そいつが入ってくるかもしれない。あぶねー。お、一人いた。PUBG な、練習できねえからな、わかんないんだよな、やっぱ。木箱の裏のやつはもういないね。あと横だな、左側の方にいたな、その木箱のところから見て。左側いるわ、まだいる、木箱の裏。まだいる。うん、後ろ来そうで怖いな。後ろ取られないように気をつけてね。少なくとももう場所はバレちゃってるから。オッケー。ダメだ。あ、入ってきてる、パーさん、後ろ !2 階上がった、今。下にいる、パーさん。俺の真下？あ、いた。あ、やった！オッケー。ありがとう。うぅー、ただ向こうのやつが怖いんだよね、そうなると。あー、レッドドット1個ある。あ、じゃあもらっちゃおうかな、それ。うん、ヘルメット。あ、メットは欲しい。俺メットかぶってないんだ。オッケー、ちょっと見とくわ。こっそりさ、カバンレベル3とさ。あー、まさか撃たれてる。
向こう、さっきの位置、さっきの位置のやつ。倒した？いや、倒してない。まだどこにいるかわかんない。ああ、全く同じ位置にいるわ、さっきと。カーで届くのかさっき、うん、くそ、当たれねえ、当たらねえ。これボイチャかな、なんか聞こえた。ボイチャっぽいな、これ。またさっきの位置だ。なんか新しい敵を見つけてしまったよ、すぐ近くに。今足音したもんね。この方向、うん、この方向、今俺が向いてる方向、こっちの方に一人隠れてる。ちょっと起爆後ろ、あー、起爆裏はまだ確認中。 OK、いる、べったり。あー、3発ぐらい当てたんだけどな、引っ込んじゃった。引っ込んだ。うん、出てきてる。あ、やった、オッケー、気絶。おお、エズさんが鈍活するぞこれきっと。けど気絶なんだよな、起こしに来るかも。まあその時はその時でまた撃つしかない。悔しいよね。うん、カーはともかくとして16の弾薬があと予備が1個しかないからさ、ちょっとそこがきついかな。ちょっと弾薬取りに行くよ。うん、じゃあ、あいつ起こしに来たやついたら食っちゃおう。レッドドットめっちゃいいね、やっぱり。まあレッドドットはな、確かに使えるって言っちゃ使えるけど。いた、もう一人いる。上？さっきの位置にの裏、多分起こされたわ、仲間だわ、さっきのやつの。起こされたかな。あれ違う。やっぱり、あぶねー。多分俺も気づかれたな、今の。ちょっと俺、外に遠征しに行こうかな。あ、パンさんやばい、急ごう、ちょっとマップが。あー、そうか、すっかり忘れてた、引きこもりすぎた。あー、後ろ抜かれた。ちょっと待って、車線入ってるかも、ここ大丈夫かな。今窓の向こうに敵見えたけど、多分みんな走りに行ってると思う。間に合うかな。ゴー、ちょっと回復しながら走るわ。うん、いやー、敵入ってきた、ごめん、死んだ。あ、死んでない、まだ。くそー、うわー。くそー、全然見てなかった、油断した。じゃあこれデスカム見ないと、デスカム。うん、多分カー拾うかもな。うお、みんなフル装備だ、いいな。やばい、一人も倒してねえや、俺。あー、普通に詰めてきてたね、さっきのやつ。うん、やっぱ、あ、もう普通に詰めてきたわ、これ。やばいな、情けないことに一人も倒してねえや。よし。ああ、なるほどね。エテがあれだ、うん、気絶したから、その隙をつい疲れたって感じだね。で、範囲も来てたしっていう。それでか。で、一気に来たんや。やられた。やばかったね。うん。もう一回行く？それともガモンに行く？どうしようか。もう一回行くでしょう。もう一回行く？うん。